あーよろしくです。マリオパーティースーパースターズやっていきたいと思います。いきましょうか。やっと着いたよー、グルグの森。今回の舞台打って打つ。さあ、ここは誰もが迷ってしまうという森になってますね。その昔千年一のバトル、すごいね、画質がすごいね。マリオパーティー3の時代ですからね。で、どうなった、そこで、でその時スーパースター決まらなかったで、デタラメすぎるよ。何のために戦ったんだよほんまな。で、そこでとか、もう一回とか言って、もう一回決まらへんからな、それからね。はぁ、ここからはこのキノピオが仕切らせていただきますね。ところで皆さん、このまま始めてですか。それではマルチを巻き込めましょう。カッコン、わぁ、やらほろやらほろやらほろ、やった。エジマドンキーコング2番大事さーん、頑張るよ。やばいよし。プレイルが決まったところで皆さんにコインプレゼントれる。さて、1つ目の多動コーデーよそれではよいよよいよとしよう。皆さん、ユーザーを狙って頑張ってくださいね。やらほろやらほろ、やっほーやっほー、やらほろマグさん、ハノジさん、ダウさん、エーディボーさん、お願いします。おー、これ、めっちゃいいやん、これおしゃれやな、デイジー。わーっと、これはみんなでクッパジュニアのスタンプ用意してくださいね。どうか、クッパジュニアが待っています。あーと、乗らせ、行ころ。これは嬉しいんちゃうか。アイテム取れたら嬉しいもんな。まず初手、マグさん喜んでんな。さあ、俺ちょっと今ので喉がちょっとやられてしまったという場面ではあります。行きましょう。10番はやりすぎじゃなかったっけ。9番がいいんじゃなかったっけ。あ、ハプニング、ダイレクトハプニングか。で、こっちが空いてます。空いてます、ありやな。空いてます、行きましょうか。よっしゃー、でかい。まあ、ハプニングボーナスもありやねんけど、まあ別にいいかな。とりあえずアイテムでサイクル行くわ。これはね、あー、まあ、ダブルサイコル行こうか。せい！よっしゃ、ダブルサイコル行ったわ。フィニッシュ！もうかっちりダブルサイコル取った。ガッとアイテム、とりあえず引き上げて、バーイツ。よっしゃー、厚の上で行く。ありがとう。ワーリオタイム、ワーリオタイム。3番、ヘッポコ通常か。ヘッポコ通常、まず生座り。さあ、よし、5番、これは空いてますか。空いてます、生座りちゃう。ここで左行く人勇気あるけどな。勇気ある、すごい。なんか流れに流されそうやけどな。空いてます、みんな行ってるし、空いてます、行こうかってなりそうやけど、流されませんでしたから、ちゃんと意思持ってるね。いい意思やと思いますよ。やらほろやらほろ、カウント123行こうか。カウント123言うたら、あ、これ、うわー、しかもテレサや、ま、消える言うてもあれやもん、透明なだけやんな、数えにくいよな。24、え、にしろ、あ、無理やな、数えられへん。にしろ、ハート、にしろ、ハート、に、1。23か。一旦24で合わせるわ。にし、もう一回確認せなあかんな。確認難しい。にしろ、ハート、にしろ、ハート、に、23やな、これは。カッコン！さあ、まあ、さすがにみんな23では合わせてきたね。どうか、23でしょ、さすがにね。4人と間違えることはないやろ。はい、オッケー、ナイス。まあ、ここの10コインでかいね。スター近いからな。あとはもうダブルサイコロで、あ、まだ行ったらあかんか。ダブルサイコロで行ったら今左に変わるからな。どっちもどっちやな、これ。左ルートも強いからね、このステージ。右ルートクソっていうのもあるからな。
左ルート早めに入ってアイテム狙うのもありやし。呪いサイコロか。あ、へえへえ、ここな、一発目ここ。お疲れ、いかなかもな。3番ヘッポコ通常。でここがね、ダブルサイコロ使った場合がまあ使って走り切るという手もあるな。出目が悪いというか、走り切るわ。買い物行きたい。ゴー。めっちゃ走るやん。そんなに走っていいの？嘘やん。すごっ。まあ、こっちやな、さすがに。ちょっと俺間に合わへんのか。やってみたけどね。惜しいな、そうやな、惜しい。トリプルサイコロ行きますか、じゃあ。トリプルサイコロ、名前購入で。よし。ランニングボーナス狙っていくわ。で、当然下ルートで、さらに買い物。で、何行ったろうかな。ワンワンホイッスル行ったろうかな。よし、ワンワンホイッスル行ったろ。よっしゃ、これで次のターン取られへんしな。さあ、隠しブロック来い。よし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 、勝した。スター行こうか。おい、コイン来い。よし、おい、コイン来た。でかい。12枚でかいよ。さあ、マリオタイム？ハプニングマス行ったか、まさか。いや、ハプニングマス行ってないから、レッドマスやな。あ、お疲れ、スタンプ忘れた。トリプル生剤。てか、これ、次のターン俺、トリプルサイコロで取れるくない？なんなら。今の12枚の上で俺、スター取れるやん。よし、ここのミニゲーム勝つぞ。1対3かな。ヨシボー、2000ヨシボーの方ですね。2番生購入。あーっと、あー、お疲れスタンプか。くそ、悔しい。お疲れスタンプ絶対忘れちゃう。トリプルサイコロ来たー、来たー。さあ、ここのミニゲームで1対3やから、3人基本有利やからね。さあ、ゴーゴーコンビアとかでいいよ、別にも。ウェイウェイウェイ、よし、これ俺が、あれやな。自己責任でいけるから。俺さえ残れば勝てる。頑張ろう。絶対耐えるぞ。これ耐えたらスター獲得やもんね。トリプルサイコロやから。いきます。せーの。うわ、ショージャンプか。やめろ、それやめて。そうはさせへんよ、その手には乗らん。よし、もうここまで来てしまったらその手には乗らへんからね。えっ、いやー、もうそれ強いって、ジャンプできひんやん。全部ショーで来るっていう。うわー、悔しい。ここでの1対3悔しかったな。スタートのチャンスが、まずいことになっちゃった。で、今が、ヘッポコルートになってるからね。ワンワンホイッスル吹いて、なんとかするか、じゃあ。吹いてもあんま意味ないもんな。コインが絶対的に欲しかった。ほんなら、ここは、スターまで10ですが、まあ、逆に通常で引いていいかな。ヘッポコ通常引きでいくか、これ。オッケー、まあ一旦ヘッポコ通常引きでいくわ。おしゃーなしやな、これは。ワンワンホイッスルなんか使ってもあんま意味ないもんな、今のところで。さあ、やわわわわわ、どうか。よし、生サイコロ。これで6とか出したらすごいぞ。2やったらまだルートが確定してないもんな。あ、喜んでるわ。左ルート行きやがったんや。さあ、このターンは全員がスキップしましたね。全員がターンスキップしたから何にも起こらなかったわ。お宝フィッシングとかやったらやばいよ。ぐるぐる痛い方か。ぐるぐる痛い方は難しいですよ。狙うの難しいもんな。
しかも当たり判定でかいし避けられへんのよこれ。うわあ、ふっ許さんぞヨッシー。ほらほら、うわあ俺狙われてそう、やばい。それ以上やめろ。ああ、始末された。まあこれ狙われたらどうしようもないもんな。さあマグさんどうか。マグさんがあと1回、そしてハノリさんのうに対して2人がかりで挟み撃ち。ドンキーうまいことかわした。あーっとこれでどうか。ハノリさん、おーっと相打ち、相打ちが1対1。とどめか、いや無敵時間を生かした。さあじゃんけん大会どうか。おー、せーの、どこでうまいことできるかやな。ずれたか、ずれない、カッコン。おお、うまいな。やっぱ大砲縦にしてますねお互いね。当人に食らっておかなければ大丈夫ですから。おっとずれるな。アタックス、危ない。ああうまい、それは入ったな。今完全に急所に入ったところに。ワリオうまいな。ワリオハノジさんか。ハノジさん先うまかったもんな、あのウェーブウェーブウェーブ。これ今回だからハノジさんがミニゲーム無双の可能性から気をつけような。悔しい。でここで俺何しようかな。ヘッポコ通常、ドンキーカングか。ドンキーコングハプニングマス止まってくれ。俺がスター重ねるから。5番、ラッキーマスか。これはラッキーマス行くでしょ。あ、ラッキーマスやね、そうやね。あー、うまい。うわー、すごい。上手やな、それはさすがに。ハノジさんちょっとマリパガチ勢やな。うまいわ。さあ12コイン、ドンキースター取りそうな勢いやな。ここ俺笛吹いていいよな、別に。一旦笛、あー笛吹くわ。笛から入ろう。わあ、ミソいけピー。これで一旦どっかに飛ばすわ。さあ誰もまだ勝っていない段階での飛ばしになります。どこ行くかな。右の方行ってくれて嬉しいな。もう全然関係ないとこ行ってほしい。目の前来てんけど。いやー引けるかこれ。俺出目、出目引けなかったらこれ俺芸人でしかないからね。いやー最悪やー。無償降臨や俺。ワリオ取るんか。うわー、ワリオにプレゼントなっちゃった。15やからでも危ないから届かない可能性あるな。あ、届いたわ。うわー22。でさらに買い物しつつやもんな。めちゃめちゃいいな。俺もそのルートやりたかったな。ワンホイッスルプレミアな。もう二度と買わんといたろ。ちょっともうだんだん腹立ってきた。もう二度と買わん、ワンワンホイッスルとかも。いいわ、もう。いいなぁ、ほんまや。いや、いいです。もう一回買い物できるやん、だってそれ。上行ったか。割と近いとこ来たか。俺返そう。ルートが難しいもんな、でも。ああ、よし、それは困ったな。もう一回買い物でしょ。上行くんやん。よし、はトリプルサイコロで行っても、まあ別に意味ないから生サイコロか。あ、トリプルサイコロ行った。どこに向かうつもりなんやろね、この場合は。封じられてるからね、スターへのルートが。7番で合計16番。まあ一周回ってくるだけかな。さすがに上行ってもね、買い物も何もないから下で周回しといた方がいいよな。ほらムムムってなってるやん。ほら困ってるやん。なんじゃこれは。あと
立ち往生やね、立ち往生ですあかんわ、アウト。もうそこで試合決定づけるつもりちゃう、もしかしてなんもないやんけみたいな感じちゃうかな。でも真剣に考えてはるからいいことやと思うで。あ、ケツバットだな、ケツバクエン。おお、いったか。アイテムスだったら上行ったらいいな、確かに。これだって特大アイテムとか出たらほらやばいやん。これピッサーやばいって。うわー、うますぎるって、すごい。いやー、いいなー、おめでとうおめでとう。どうか、うわー、伊勢さんか、まずい。コピー終わったら勝てるが、あっち向け、こっち行っち。まあ、これはもう、なんとかみんなでかわし続けて、コイン稼ぐか。で、俺がトリプルサイコロで、もう暴走かけるわ、次のターン。ワン、ツー、スリー、正面行くわ。あ、正面行ってもたー！もうなんでやねん！もう決め打ちやったのに、正面って。二人正面で捕まった。おー、うまいなー。ただ、あと三回耐え抜かなければならない。どうか？うまい！ええー！まあ確かに正面って確かに読みやすいというか、そんな感じだったかもしれませんね。左右に振った！上に振った！うおー、すごい！よー、マグさんいけー！おー、うまい！ええー！すごいなまあでも今の俺も捕まえられへんな。マグさんの動きが良かったように見えるな。うまいこと揺さぶってたわ。ありがとう。こうやって持てるやん。で、これで矢印がスターの方向に全部向くから、チャンス。ドンキアイテム何持ってんのやろ。ドンキのアイテムは？あ、トリプルサイクル持ってんのかい！じゃあもうダメじゃん。まあ、デメ勝負やな。ここで臭いデメとか16以下が出たら終わりやもんな。7! 結構いいの出したな。 4! さあでも臭いの出した。あ、そうだ、すごい、やられた。俺が買おうとしてたっていう気持ちもあること分かってくれよな。ほんまもうワンワンホイッスル二度と買わんといたるわ。いいな。しかもクッパマスボーナスも負けへんからな。俺の目の前来い。うわあ、ヨッシーの目の前やないか。マジかよ。うわあ、ヨッシー無償降臨やし、しかも確定やん。コイン足りてるから。あ、クッパマスボーナスちゃうんや。俺じゃあやることないやんけ、これ。一旦あれか。ここの5とか、3とか、な、3、5、7、8狙おうか。通常マスで。あ、上行かれへんのか、でもそもそも。ごめん、下ルートやったっけ。下ルートだから、あかんな。トリプルサイコロ、まあ、一回通常で行くわ。3、3だった。あ、4やんか。あー、数え間違えた。まあ、レッドホースでいいや。次のターン上行くわ。悪いよこれ。あ、スター行かれへんのか、上やから。お、ハプニングマス。うわー、さあヨッシー無償降臨やね。すごいわ。いや、俺のそのワンワンホイッスル一つでこんなにやっぱ流れて変わってしまうんやな。ほんまにあの、さっきね、もう、すごく腹が立ってきてね。腹また二度繰り返ってもて、ちょっとぶち切れてもうたけどな。ほんまにあの、競馬とかね、初めて挑戦した方のリアクションみたいな感じになっちゃったもんな。俺初めて競馬やんねんみたいな感じで馬券買ってみてさ、で、それで沈んでいって二度と買わんといたるわみたいな、もう、
馬券買った時の反応やったからな、完全に。ワンワンのホイッスルも二度と買わんあんなもん。いいなぁ。サミダスターの場所来い。目の前目の前。あらあらら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 。え？なんで無償降臨やね、みんながみんな。ほんまにおかしいって。まだ汗だけで汗とか。悪いやつやな。え、勝負ない ?VS? VS なんや。あ、そういうことか。自分コインないからか。なるほど。だからドヤ顔でやらんほどなわけか。まあとりあえずミニゲーム勝ちたいね。ここで負けてる場合ちゃうぞ、ほんま。何枚いく ?10 枚いったか。結構いくな。まあ、これでハノリさんが負けた場合でかいからな。ただハノリさんだうわ、うまいからね。なんかクッパ大爆発を行くか、もうどうせやったら。ハッスルバッティング行く、来てクリボーか。うわぁ、やめろ。来てクリボーは引き分けてしまうぞ、これ。もう、ボミスしたもん負けやな。来て来てクリボーやからさ。さあ、来てクリボー行こう。1、2、1、1、2、3、1、2、3、1、1、2、1、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、1、2、3、4、1、1、2、3、4、むずない ?1、2、3、これいったと思うけど、数え間違えたらごめん、言ってくれ、頼む。おー、引き分けや。元返しやな、じゃあ。元返しじゃなくてヨッシーが得すんのか、俺。いや、今のでみんなミスらへんの、レベル高いな。普通なんか、あー、数え間違えたわみたいななんねんけどな。あ、ちなみにあの、キテキテクリボーっていうのはね、マリオパーティー DS っていうのであるんですけど、これには収録されてないんですよね。キテキテクリボーっていうのが演奏するやつあるんですよね。マリオパーティー DS 俺めっちゃやってたから、ね、さあ、ボーナスミニゲームを。2対2でミニゲーム。まあ、これも勝つしかなくてって感じやな。ペテクリボーピテピテクリボーですね。さあ、これをこう塗り込んでいくっていうゲームになりますんでね。ルール上。何秒塗り込むんや、これ。30とか ?40 くらいいく？あ、30秒塗り込みか。で、これね、ドンキーとかヨッシーとかに当てれば、ひるませれるから、わざとドンキー狙おうかな。さあ、どうか。あ、さあ、ドンキーやってたらほら、ひるんでるから。で、ここで2人がかりでこうやっていくっていう手もあるから。2人で同じ列から攻めるみたいな。そういう効率の悪い戦法もあるっていうのを伝授しておくわ。で、俺はピンクにしながら青狙った方がいいね。青狙おう、青狙おう。よいしょ、いけいけいけ、よし、勝ったでしょ、これ8対3やった。よし、横に立ち去ろうぜ、俺たち。スーッと行っていいで。そうそう、横にスーッと行っていいで。大丈夫か、どうしたんや。こんなことなっちゃうんや。すごい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 。いつもあそこ俺見たことなかったわ。スキップしてたもんな。これ、あの、誰か一人でもスキップ押したらね、スキップやから。4人とも今スキップ押さえんかったっていう、すごいな、今のな。なかなかないシーンですよ。ワリオは気づいていないな。俺が矢印で、俺があの、チョロプーに頼むことを気づいてないね。ワリオはスターゲットと思ってるでしょうが、俺は、さっきの時から気づいてるからね。チョロプーに頼んだら、矢印すべて入れ替えることができると。だからトリプルサイコロ一択なんだよ、ここは。矢印を反対にしてしまえばワリオ、君はスターを取れない。終わりだ。終わりだよ、ワリオだよ。ほら、ひどい言うてんな。まさか聞かれたか、俺の話し声が。ほら。やめて言うてんな。ごめんね、ごめんね、ごめんね。頼む！そういうこっちゃ！全部の矢印を俺が変えてしまえば、やったー、泣いてもたか。作戦通り。おー、すごい。
トリプルサイコロいこうか。トリプルサイコロ、よし。でこっから何言いますかな。ヘッポコ通常かな。ヘッポコ通常か。隠しろ来い。めくれ、めくれない。さあワリオこっちルートに閉じ込めた。あとはハプニングマス引かれなければ大丈夫。ハプニングマス引かれたか。引かれたー。やばい、戻られちゃうよ。戻られちゃうわこれ。ほら戻りサイコロや。やばい。いいな。まあでももうハプニングマスワリオ確定やし、いいやもう。ハプニングマスはワリオ、あのハプニングマスボーナスはワリオにあげよう。もう大丈夫や。ハプニングマスは俺狙わんから。さすがに3回いってるから、これでもハプニングマスボーナスはもう取り返せない。やったで、ここで6。すごい戻りきった、マジでちょうど戻りきったな。あでもハプニングマスやからあかんわ。ハプニングマスやからスター1逆や。ほら逆や、あかんわ。ちょうどもよかった、助かった。泣いてもた、危ねえ。ハプニングマスボーナスはもうワリオからええのよ。もう踏みまくってくれ。いやよかった。パー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 ラッパーラッパーっていう形になりますんだよね。いけ、噛みつけ噛みつけ、よし噛みつけ。まあ、ここはさすがにワリオに噛みつく形になるのかな。そうやね、ワリオに噛みついていいよ。ワリオに噛みついたね。ごめんねなってるけど、まあごめんねもこともないからな、そういうルールやから。お、結構いったな、11枚、結構いったな。ごめんねなってるね。俺もスター1枚欲しいな、どっかしらでね。3位判定、アイテム袋当たったら優勝やけど。あー、追いするか、もうならいいや。さあミニゲームいきましょうか。カッコン4対4でミニゲーム、何いきましょう。奪還戦車ですね。こちらは土管の数がどうか、開けてるね、めちゃめちゃ。オッケーオッケーオッケー。まずドンキーが俺のこと狙ってないこと確認しましたね、練習で。ドンキーは真ん中に走っていくというデータ取れたわ。行きましょう、スタート。よし、ドンキーが走って真ん中行ってくれる。ほらデータ通りにほんまに行くんかい。芸人すぎるやろ。なんでそんな狙われる中央行くねん。よっしゃ、やりやってる。いけ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 、よし。いけ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 、よしよし、いけ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 、よしよし、どうも、オッケーいやーマジでいいですね、面白い。勝たしてもらったな完全に。ドンキーがほんまに中央突破していたんですよ、面白かった。そう、練習と同じ動きをしてくるという。さあどうか、ターン7ね、ねね。あ、呪いサイコロいく？うわ、頭いいな。次のターン、金の土管発売って知ってんねや。3番。あ、でもアイテムマスでいいんか。あ、通常でいいんか。アイテムマス行くんや。いや、それはすごいな。ってことは、今の1、2、3全部当たりやったってことか。え？ピッサイはすごいよ。弓矢ちっちゃすぎやろ。おー、いた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 。いや、いいなぁ。すごいすごいすごいわ。シンプルにすごい。で、俺は金の土管を狙うべきかもしれないので、トリプルサイコロは、ノットかな。今のターンやったらでも左スルートいけるからな。
左打つといけちゃうし、チャンスではあるな。ま、今、通常でいくわ。6番ラッキーマスが座れたらラッキーですが、ヘッポコ通常だよね。ワリオタイム。これワリオもう一回ループするつもりやな、作戦上。10番、あ、行き切ったな、かなり行き切った。オーバーラン、やばわわわわ。さあここはまあ笛吹くか、まあ吹かぬかというか吹かぬな。トリプルサイコロ生購入ちゃうな。1番、お、ちょうど昨日とか発売だからよかったやん。ほら喜んでる。あ、いいな言うんや、やっぱな。レッドボーナスみんなご存知なんやね。さあここのミニゲームは大事ですよ。フライングレース、え、これ俺最近買ったことないから勝たしてほしいな。これめっちゃむずいのな。なんや、え、俺どっち、俺前のプレイヤーやから方向か、方向やわ、こうや。でワリオがこいでくれるってことやんな。俺羽ばたきできひんよな、俺羽ばたきできひんから、あ、こういうことか。え、これむずいな、全然上行かへんねんけど、なんでだこれ。ワリオ羽ばたけてるか、あ、ワリオ分かったっぽいな。じゃあ一回やってみるか、やってみよう。ちょっとなんかだいぶ下まで沈んじゃってたからな。俺方向って書いてあるから、もう普通に横を動かすだけやと思うねんな、上とか。あ、下押したら上に行くんや、このゲーム。あ、そういうこと、それ早言うてや。下押したら機体が、あの、上に向くわ。そういう操作感なんや。はい、双方、あ、これ、いいやり方分かった、すげえ、ほんまや。え、知らんかった、俺。危ない、いた、当たってないわ、ほんまに当たったんか、今ので。当たってないよな、今。危ない、いやー、当たってんのかー、これ多分ワリオ切れてるやろうな。何やってんねんと、なめとんちゃうぞと言われるのこれ。やばいやばいやばい、全然進まへんねんけど、この機体が進んでないねん、そもそも。もしスピード上げな、それ当たるやろ。コード上げるわ、コード上げて、よし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 。速度がね、あんま出ないのよな。あかん、もうゴールライン切られるわ。マジか、うわー、ちょっと申し訳ないという形やな。難しいよな。まあ、ワリオにコイン与えすぎてもね、あのテレサ起動されちゃうから、まあ危ないけどね。さあ向きが変わって、うーん、まあトリプルサイコロを使う価値があるかどうか微妙か、どうだろう。4番ハーモニカ、いやーすごい、いや、それ嬉しいやろな、これ。このゲーム、アイテムマス、ラッキーマスって結構嬉しいよな、やっぱ。うわ、しかも選べるんかい。生でトリプルサイコロ置いてあるやないか。いいなぁ。いったか、やっぱりトリプルサイコロ。まずいなぁ。とりあえず、ま、ここでドリブサイコロ使っても行くとこないからな。一旦通常で行くわ。まあ、6とかね。5とか、そうやね。あんま行きすぎない。左ルート行きたいから。あんま行きすぎない程度で。そうやね。買い物プラスラッキーマスちょうだいわ。お、うまい。キャンの土管買うわ。8ターン目からキャンの土管発売。で、さらに4位判定での、まあ、ラッキーマスでコインもらおうかな。20コインいけ !20 コインやったー、きたー、これはまだまだチャンスがあります。4番ハーモニカ、さあこれで大丈夫やな。ワリオのコインがね、50枚超えるようなことがあったら大変ですよ、これ。次のミニゲームがお宝フィッシングとかだったら大変なことになるよ。あ、よし、金の土管確定か。あー、だからさっきのミニゲームほんまあれやな。
勝たなあかんかった。でも勝てなかったよな。勝ちようがなかったからしゃあない。あ、お疲れ散歩忘れんな。忘れた。キャンの土管か。キャン土管、キャン土管勝ったか。よっしゃ、ナイスナイス。キャンの土管起動するされる前に、俺が横取りボックス買いに行くっていう手もあるからね。ヘッポコ通常マス。うわー、ナマズターや、ナマズターや、すげーナマズター、ガチかよ、信じられん。落ちっこパラソル、マスロ来た。いやーマジか、これやばいな。おい、ワリオとあれか、よし、ちゃんと練習待ちなんや。俺はあのこうするぞ、全然うまくないふりしておくぞ。ワリオ練習するって見せてくれるんちゃう。あ、見せてくれよ、なんでやね、押し忘れとったんかい。練習からの見せてくるタイプかと思った。おお、早い。おお、すごい。うわー、やばいやばいやばい、俺も本気で行くわ。どう、8000いったわ。8000で勝てるやろ、さすがに。オッケーオッケー、8000はいったね。さあ、エアディボーどうか。早い、初速早い。おお、4200。よし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 。ちょっとしくじって8100やからな。だいぶ3回ぐらい見せたなって手応えあったからね。おっしゃー。で、こっからどうするかやな。スターの位置があれか。スター取れそうではあるがって感じか。てー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 れーてーれーれー。さあどうか、トリプルザイゴロでの生ゴーニ。あ、トリプルサイコロでこれすごい出目出したら行くで、これ。うわー、これ22出すつもりちゃう。やばいやばい。すごすぎるで。あ、でもルートが違うやん、今スター変えへんのじゃん。ルートが無理ちゃう、矢印が逆なんじゃない。多分これ矢印が逆やから左行ってもね、行かれへんと思うね。ほら、そうや、周回して調整したな。そういうことや、そういうことや。そうやんな、行かれへんよな。うん、うまい。ランニングモーナス、これドンキーに取られたな、完全に。さあ、ハプニングマス、やばい。なんでもかんでもしてない。てか、ドンキーコイン選ぶんちゃう。コインやろ、これ。なだれここ選んだぞ。どこ行く言うねん、そっから。コイン欲しいでしょ。1番空いてます。いや、上行くんちゃう、次のターンスター取れるとか思って。空いてます、行くか。上行ったな。で、俺はトリプルザイゴロですわ。いけ、トリプルザイゴロ起動、アタックス伸びろ。あー、16、どうか、15、やりました、ギリギリ届いた届いた。
よかったと見せかけての横取りボックスに決まってんだろうが、あらやったー、これ圧かけろんじゃん、当然の圧かけろんよ、いけー、ダブルサイコロ、よし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 、いいよ、サバリオタイム、さあこれでね、金の土管のもう抑止力になりますから、当然さあ無償降臨、いけ無償降臨、ヨッシーから取り返したらいいんちゃう、コインヨッシーから9枚全部取っちゃったらどう、さっきの分返却でドンキーか、まあ、ドンキーそうか、ドンキーがスター買えないという戦法、9枚、さあこれによって儲かっていく、わあトラキマス、やばい、アイテムいっぱい取られたら横取りボックスが失敗しちゃう、おーワープ、お挑戦して取り、うまー、なにそれ、はい、すごい、これまあトリプルサイコロもね、よかったらでかいけどな、やっほー、パラパーパーパーパラパラパー、9番、さあバンキングメンバーも増えてきつつありますね、さあわーっと、やばいやばい、これドンキーからあれか、横取りボックスすべきか、ヨッシーからしなあかんな、でもこう、あのスターの枚数的に、まあ、キノコでしょうね、さすがに外したらあかんからね、ここ、おお、ええまあでもいいの当ててくれた方が横取りボックスの価値ありますから、まあええよ、俺もこれ早めに横取りボックス切っていかんとな、多分みんな警戒して買わへんくなっちゃうだけやからな、4対4、何行きましょう、なんか面白いの来い、ぴょんぴょんバトル行こうか、これでグルーン回るやつやね、大ジャンプとグルーンやね、こういうことや、アタックで高い位置からかました方がいいという、そういうデータも出てるからね、せーの、アタック、いや結構効いた今パンチ、軽かっただけやのに高いアタックめっちゃ強い、ふっ、優先権がやっぱ高い位置にあるわ、ほっ、アタック、とどめ、落ちろ、おっしゃー、いい位置取れたね今、中央の完全にいい位置で、これであと何ターンや、まだラスト5ターンイベントちゃうな、ボーナスミニゲームやってないもんな、で、これで方向が変わって、左とかが強いか、右行くもんな、今な。で、ドンキーはコインが足りないというデータで取るから。まあ、ぴったりサイコロもらえるし、ここであれかな、俺使っちゃってもいいかもしれんな。いや、あかんな、でも、ヨッシーから奪うべきや、ヨッシーが3枚になるのがきつい。まあぴったり使ってもあんま行くとこもないんちゃうか、まあバンクとかが行き切って、でバンク行ったら俺さすがに横取りで行っちゃうからな、これさすがにね、あそれ行ったら俺横取り行っちゃうで、さすがにそこはもう俺が金のとか欲しいっていうところやから、10番で、これはあっと資格がない、失格、あ VS マスか、なるほど、あーそれで一発逆転狙おうという判断かよ、いやーやらほろんやな、これはなんか撃つわ、これハロー撃つわ、ハロー、いやー勝ちたいね、
絶対負けたくない。もう負けたくないからね。何枚？20枚全部いった。やばい、これ負けたら最悪やな。絶対負けられへん。くねくねデンジャラス行こうか。じゃあカプカいらんのか。いやでも最近これ勝率いいからな。これ俺いいぞ、最近見れてるからな。もうこれ負けたら多分終わりやな。絶対に負けちゃいかん盤面になったわ。行きましょう。はい、ちゃんとボールの位置と自分の位置と両方見なあかんから。大丈夫大丈夫、危ないぞ。あーっと、トナが一人こっち中央、危ないやろ。大丈夫、こっち。あ、今のドンキ当たらへんねや。はいはい、連打来るよ、連打来るよ。かわしていく。ふっ、おお、落ちなかったか。ってことは最悪、最悪ってことかこれ。大丈夫、俺減っちゃうんちゃう、マイナスまであるよね。やばい、これ俺減った可能性あるな。20枚元返し来い。あ、減っちゃったよ。まあ、まだマシやけどな。マリオのやつ山分けしただけやんけ。で、これはさすがに俺横取りボックスで形にはなるかな。ここのターンはね、ヨッシーからとっても危ないし。いや、マジごめんやけど、金の土管欲しいしな。ごめんね。それ金の土管確定やからさ。ごめん、さすがに確定は取っちゃう。で、ここで、まあ、何出てもいいもんな。1とかでいいよ、もう。2、よしよし、ちょうど左ルート行きたかった。左ルート1番いいのよ。スター直接買いに行けるし。で、これでトリプルサイコロ起動か。キノコかな。あんまさ、行き過ぎてあんま意味ないもんな。で、これで金のとか購入しはるという形かな。みんな結構コイン少なくなってていい感じやな。金のとか生合流やな。いやー、いいな。さあ、まあよかった、そこ止まられたきついもんな。のこのこバンクも取られたらだいぶやばいで、これ20枚やばい。ラッキーマス、しかも3位判定に変わっている。15コインでかい。くー、やばいぞ、金のとか起動されちゃう。よし、金のとか起動圏外。さあ、使うもんないから笛吹き始める可能性もあるな、これ。どうか。生ザイゴルでいったか。でもあれ、アイテム余すからな。敵の笛吹くのもありやで。ラッキーマス、コインもらうつもりやな。ワンアビスを置いたな。ボーナスミニゲームか、勝ちたい。勝てしもこい。なんかでも回ってスノーボード切っちゃったからな。ボスバズルは無理だよ、これ無理や、これ対象外、もう完全にダメだ、悔しい。もう運にかけるわ、俺もう積みまくって運にかけよう。めちゃめちゃ積もで、真ん中から発火するわ、もう両方連鎖狙う。いや無理か、もういや、これこうやわ、とりあえず積んだ方がいい。連打で連打で積んでいって、積んでで行くわ。発火点まだ早い、緑で発火するか一旦。あ、これ黄色発火行くわ、一回黄色発火して、で黒発火連鎖確定、よし。で、ドッスンで一回詰めて、で、ここピンクで一発いっといて、詰めるわ。ほい、急げ。よし、連鎖、ちょっとポイント稼いでいく。あ、誰か脱落、マジか。脱落、いや、誰か連鎖してる、やりすぎんなよ。めっちゃやってくる、連鎖。いいな、俺も奇跡信じて、なんかやるわ。奇跡を信じよう。諦めない、黄色ハッカーでいくわ。黒ハッカーの方がよかったかな。連鎖ならんな、一気になんか発火しちゃったら連鎖にならへんわ、判定上。急げ、もうとにかく詰めて、一回タグ詰むわ、タグ詰んで、はいはいはい、
緑ハッカー、よしよしよし、結構詰めた。よし、通常ハッカーでいいぞこれ。はい、早く打った方がいい。よし、早く通常打て、通常ドスいらんねん。ピンク、緑、よっしゃ、これでいったんちゃうか。よっしゃ、いった、基準閉めた。オッケー、ナイスエイジ。よし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 。よし。さあ、こっからよ。あ、矢印の方向今逆やから、金のとかに取られちゃうんか。これは、俺選ばれる可能性高いと思いますね。あの、ミニゲームの調子がいいぞって言って折れちゃうかな。アイテムめちゃめちゃ持っちゃってるけどね。さすがに俺やろ、これ。ミニゲームの調子いいやろ、俺。マリオがそう、もうアイテムの使い方ないそうやんな。なんかな、アイテム使っていっぱい使ってたり、ミニゲーム買ったりしたら選ばれるもんな。うわー、10コインでかいな。まあ俺別にアイテム埋まってるからまあいいけどね、欲しかったけど。あとはあれやな、金の土管をどこで起動するかっていうタイミングやな。2番、通常マスで、ここは金の土管使ってもあんまり行きたくない、あそこ行きたくないからね。まあ、ダブルサイコロ使って出目次第で行くわ。ダブルサイコロプラス出目で行こう。何が出るかによって。8と、ほい、8と8、よっしゃ、やった、ゾロ目10コインきたー、でかいってなったら、下ルートでまあ、横取りボックスで圧かけていく形になるかな。横取りボックスか、ラッキーアイテムやけど、まあ、横取りボックス行きますか。圧かけていこう。横取りボックスで圧かけていく。よしよしよし。完璧に圧がかかってるから。よし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 。ただターンがあんまないからな。なんなら隠しブロックカードの方が強い説とかもあるけどな。ただもうワリをここで使わないといけなくなったっていうのはでかい。ワリをここでもし温存しようもんなら危ないからね。そうやね、あの左上のねスターなんもないからね、あそこ行きたくないのよ。買い物も遠いし、ここのスターメリットはなさすぎるから、圧かけなあかんね。7番、さあ、これはバンクも取りすぎたっぽいな。オッケーオッケー、まあまあいい感じいい感じ。俺ほんま後半にね準備してたんで、ええ感じ追い上げれそうやな。さあ、目指したの場所、おっしゃ、俺の前か、目の前。あーっと、ルートが逆か、でもいいか、ルート逆やけど、まあまだええわ。まあまあルートが逆やな。バンキングメンバーラストスパートか、きついな。5コイン、でヨッシーもこれ、あ、決闘。さあ、これはもう全部いくんちゃう、もしかして4コイン。まあ、あんま変わらんもんな、これ4失って、だって3もらえるからね、青マス。あ、6もらえるもんな、負けても6もらえるから無償やもんね、無償チャレンジャー。さあ、どうや、きたー。さあ、種目どうか、ギリギリ中英が選ばれています。あ、でもこれ大事やもんな、やっぱ8コインどっちかゲットやから。さあ、どうか、一発当たったもん負けになりそうやけどな、このレベルの高さから見て。さあ、うまいことかわす。ドンキーはね、ちょっとあの体がでかいですから、そうやねんな、運転がどうもうまくいかない時もあります。あーっと、衝撃まだ分からへんぞ、どうだ、おー、痛かったか。あーっと、ドンキー体がでかいか。わーっと、衝撃。さあ、追いついてくるドンキーですが、あーっと、背中が当たるか。
いやここまでかで、ワリオがコイン獲得やな。特大大コインやな。あーのんきー大丈夫かー、いっとった決闘により、これワリオがコインいっぱい持ってたら大変なことになってたもんな。ワリオがコイン少なくてよかったね。いや、さらに通常ボーナスやろ。さあヨッシーがこれも金の音が取られるの嫌やから使ってくるはず。ここで温存する意味はない。ここ温存する可能性もあるけどな、全然。まあ使っとく方が、まあ取られへんっていうところでね、やっぱいいよな。もし使わないのであれば俺がもう行っちゃうからね、バチコーンって。多分使った後何もできひんなと思ってんやろな。確かにそこの位置はあんまり良くないからね。ここでトリプルサイ、ぴったりサイコロも考えられるな。ぴったりサイコロ行くんちゃう？そうやんな、こんだけ悩んだったらぴったりサイコロでさ、なんか買い物プラスみたいな考えてそう。10番何狙いか。あー今やったら左ルートいけんのか。あーすごい、何買うんやろ。お小遣いじゃん、なるほど。餌食を買ったか、なるほどね。おー、その餌食で耐えようっていう考えやな。確率上耐えようという判定ですが、俺はごめんけど狙いに行くからね、その首。サイコロもう一回どうか。あ、スターまでいけるんか。だからスターまでいけんのか、すごい。あ、それが狙いやったんか、スター直接行こうとしてたんや。なるほど、これやばいな。スター取られちゃうから、金の土管俺一回起動やな。次のターン先にヨッシーが生で取り寄るからあかんわ。でこれは何やろうね、まあ、トリプルサイコロ選んだんやったら俺もう容赦なく使いたいけど、あかんわ、金の土管先使わなあかん。これはヨッシーの生取りされたら負けるわ。トリプルサイコロいったか。ってこと赤ずきちゃんはあれか、買い物ボーナスのためだけに勝ったという考えでいいでしょう。みんなうまいな、ほんまに。で、赤ずきちゃん捨てるやろ。赤ずきちゃん残すことによって、まあ、横取りボックスの抑止力になるという考え方もあるけどな。ただ俺引くけどね、確率上。赤ずきちゃん捨てるっていいんちゃう？そうやな、うん。横取りボックスがよっぽど効いてるな。1対3のミニゲーム。何か忘れてこれでドリーバーあかんよ。ゴールデンゴールで、これは買っていきますか。ワリオがちょっとコイン増えちゃうけど、まあ関係ないな。とりあえず自分のことだけ集中して勝ちに行くか。コインいっぱい集めないとね、金の土管が起動できひんから。せーの、やべやべやべ、全員外した。ナイス。せーの、うまっ。はい、せーの、あ、ナイス、でも入ったわ。せーの、入った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 。一回息合わせるわ。せーの、枠外は一番か。せめて枠内飛ばそう。マジか、やばい。えい、あと1点あと1点とどめー。マジかー、非常にまずい展開になってきたぞ。ラスト4ターン、ドンキーコングです。とりあえずヨッシー俺が止めるわ。3番チャンスマス、あ、やった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 。俺別に失うもんない、あんまり。いけ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 、あまり散らかせ。俺スター失えへんから大丈夫や。ただコイン交換やったら俺泣きそうかもしれませんね、ちょっとね。うん、コイン交換ちょっと遠慮していただきたいな。
20枚俺にコイン横流しにしてほしい。20枚垂れ流してほしいな。さあどうか、チャンスタイム。まず自分関わるつもりやな、これ自分関わるんや。そうやな、絶対に自分関わっていく。さあ種目選んでいこうか。30枚横流した。あーやったー。横流してきたわ、ほんまに横流してきたな、言うてたら。あ、俺か。俺のターンか。俺これ木の土管使わなあかんな。使うわ木の土管。ここはそのヨッシーに生買いさせたらあかんから、俺が言っとくわ。よーし、で今ドンキーにもらった金で買おう。よし、もらった金で買っていく。よーし、ありがとう、ありがとう、ありがとう。もうドンキーの意思は俺が引き継いでるからね。さあしかも3位判定でのラッキーマス。うわー、これヨッシーいけんじゃん。ヨッシーダイレクトゾーンやな。矢印今通ってんもんな、やばくね。あ、でもワリオが矢印変えるか、さすがに。コインでもいいよ、コインでも。あ、相手袋、よっしゃ、なんか出ろ。テレサベルとか木のとこにボーン出ろ。いやー、生キノコやけど、まあ別に何よりマシ、何よりマシ、何よりマシ。ワリオこれ矢印変えてくれ。チョロプチョロプチョロプ、これ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 。これさすがに変えるでしょ。今これ変えなかったヨッシー直通やで。これ変えると思うわ。変えへんかった。ってことはヨッシーこれダトリブルサイクルで直通や。トリブルサイクルせえへんのかな、もしかして。あ、でもするよな、トリブルサイクル指導区やもん、どう考えても。金の土管切るか。どっちや、金の土管切るのか。逆にいや、トリプルサイコロ、そう、これで出目がね18出たらすごいもんな。18は厳しいで。でもほらもう厳しい、10出さなあかん。ここで5、おっしゃ、出なかった。これであればダイレクト直通は阻止しましたんでね。何買うんやろ。まあ、生キノコでも買うかな、取られ対策に。ワンワンホイッスルはちょっともう意味ないもんな。横取りボックス買ってもコインなくなりますから、キノコ一択かな。まあ、残りターン少ないけどね。これはもうマグさんがね結構もう仕事ね終了になっちゃってるもんな。アイテムなくコインなくなっちゃってるから結構厳しい。ん？どうか？決めきれないか？退場か、退場なっては決めきれずに。決めきった！思い切ったな！だからか！だからか、だから悩んでたんや。何を悩むんやと思ったら、それを悩んでたんかい。選択肢の中に。横取りボックスが選択肢にあったんや。それは悩むわな。あー、確かにあれやな、俺の金庫とか奪うっていう考えかもしれんな。ぐるぐるホッピング、そうか、それちょっと考えてなかった、やばいわ。確かに俺がなんか横取りボックスで取られたらこれだいぶきつなっちゃうもんな。どうなるんやろ。え、すごいな、なんか想像の予想外のとこから急カーブで飛んできたな、変化球が。これはどうなんやろ、さすがにこれ勝てるような。これね、ワリオの方、ウェーブウェーブウェーブ上手かったとはいえ、これはさすがにね、小細工できませんから。絶対に勝てるんで、これは。
通にもゲームをプレイしていれば絶対勝てるから。ほい、みんなうまいわ、バッチリやね。インコース入って、はい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 、オッケー。でヨッシーから横取りボックスが飛んでくること考えたら、俺は金の土管を先に起動しなければ命危ないか。金の土管先起動になるな、これどうしても。横取りボックス先起動もありか。横取りボックス先起動めっちゃ強いな。8番、さあ買い物。ちょっとヨッシーがどうなんやろ、繋がってないかな、考えたいよな、ここゆっくり。金の土管使ったらヨッシーより取れるけど、その後が危ない。で横取りボックスをヨッシーにかけた場合、3分の2で当たりを引けるか。いや、3分の2で当たり引いた後にヨッシーにかけられるからあかんのか。あかんな、ヨッシーとやり合うのはこれ俺メリットあんまなさそうやわ。火のとか起動が無難やな。え、すごい、金の土管で良さそうかな。ターンも少ないしな。ここヨッシーが金の土管使うかどうかっていうのもあるからな。キノコで走るという手もあるが、一旦な、キノコで買い物までが12、ちょっと危ないな。横取りボックス起動でヨッシーか。行こう、行け、金のとか引き抜いてこい。さあボックスからボックス出ろ。よっしゃ、ボックスからボックス、これはでかい。よし、ボックスからボックス取ればもう取れる心配なくなった。これで一番いいやつ引いたかもしれんな。さらにすごい出目出ろ。4番、ヘッポコ通常か、ヘッポコ通常。でもまあターンが足りひんからな、あと2回しか俺動かれへんから、次金の土管使ってもうターン終了って形になるな、どっちにしろな。まあいいやろ、横取りボックス取っといたらでかい。で最後にいらんことできるからね、横取りボックスかキノコで選べるから。でここでヨッシーがね、金の土管確定起動、確定起動じゃなくなった、マジか。これ俺勝てば、勝てば一発油断優勝ちゃうか、これ。ヨッシーのコイン盗しろ、いけ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 、ほら外れ抜いてるヨッシーが。これヨッシー負けたらもうやばいで、20枚とかでヨッシー負けたらやばいことになるで。10枚ナイス、最低限よし、最低限いい発動。何が出る、勝てる種目来い。あ、なんでもいいよ、もう来い。白山するよっしゃよっしゃ、得意やぞ、得意得意得意。おお、ここからこのキロピオが実況させていただきますね、よろしくお願いします。スタート、右回りで行くわ。まばたき一切せん、もう勝ちに行く。まばたきちゃった、やべ、まばたきちゃった。しっかりね、丁寧に掘っていきましょう。精度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 高い、精度高いよ。もちっとしてない、俺のテレさん一番まるっとしてない、もちっとしてない。パーフェクトー出た、ガチか。え、なんかめっちゃもちっとしてたよな、もちっとテレさんやで。やったか？パーフェクトありがとう。
さあヨッシーの金の土管を阻止したな、これで。さあこれで通常やもんな。でトリプルサイコロ使おうもんなら金の土管奪ったるわ。で使わなければ関係なしという形やん。いやパーフェクト出ましたね、マジでびっくりやな。ここでまあ通常なんかな、やっぱ取られるの嫌とかで生在庫で退場、金の土管意味ないって形になります。まあゆっくり悩んで大丈夫ですよ、ここはね。よろしく。さあ決まったか。あ、使うんや、なるほど、使った。すごい、もう取られるという判断なんや。もう取られるぐらいなら使ったるわという形か、そういうことやね。四角ない四角、まあ、でもそれは分かってたことや。でもあれやからね、俺が別に金のとか奪ったところで使うターンないからね。あと3ターンあればねあかんねんけど、2ターンしかないからもう使い切られへんのな、金のとか奪ったところで。よーし、スターの位置がちょっと悪いからな。何行きましょう、スケートレース行きましょうか。もう基本内枠が有利やからね、ほんまに内当てないと。あー、3ところもまあ内入りやすいけどな、大外ちょっときついからな。すぐにインコース入ってブロックしてしまえば OK。 最初の競り合いが一番大事。さあヨッシーの方やり方わかるか。A 長押しして、うまいことね、このデイジー視点で操作していくのな、これな。デイジーに向けて左とか入力せなあかんから、なんかこう上から視点で動かすんちゃうから、これ結構ね難しいのよ。これヨッシーの方やり方分かるのちゃう、いけるか。あ、分かったみたい。これでね初見ではなかなかクリアできひんのよ。行こう、カッコン、イン入れ、無理か。あー、一回控えるわ、控えてイン入って、で、まだ大丈夫、外から外から外から行こう、イン入ろうか。外からね隙生まれると思うんで、インえぐり込むわ、どっかで。ふっ、えぐり込んだ、最終周回、インえぐり込め。うわー、ドンキーでかい。くそー、えぐり込もうとしたけど、そフィジカルでブロックされた完全に。いやー悔しい、うまかったな。すごいすごい、うん、フィジカルブロック入った。で矢印俺いける、今無理やんな、誰もいかれへんよな、ラスト2ターンやもんな。ここでスター動かすメリットがあるかどうか、まあ、メリットはあるか、別にスター動かしていいな。え、やめて、クッパ革命されたらまずいぞ。やばいやばいやばい、スター一つ奪われるんで勘弁してほしいけどな。クッパ革命やられたらこれ終わるわ、俺今までの全てが。あ、半端確かよかった、全然構わへんわ。デイジー、まあ、ここはね火の土管使っちゃおっかな、使っちゃおう、金の土管使っちゃって、で次のターンあれやな、赤ずきーちゃん奪って、赤ずきーちゃんとキノコでアイテムボーナス取ろうか。赤ずきーちゃんキノコいっぺんに使うっていう戦法で。あ、行き過ぎた、あ、行き過ぎといた方がいいか、安全に。よっしゃ、ありがとうありがとうありがとう。さあ皆さんの場所がどっか、まあ、そうやね、もうどっか行ってほしいね、春が彼方行ってほしい。あー、オッケーオッケー、ナイスナイス、もう一番関係ないとこ行ってくれたらいいからね。よし、でコインがみんなないから、もうほぼみんなターン終了してるからな。
で、俺のコインはまだあるからね。なります。通常でいい、まあ通常でいいね。アイテムついてももう意味ないもんな。意味なくはないけど、アイテム余しちゃうだけやから。アイテム、トリプルサイコロいったな。これは狙いは赤月ちゃんとチャンスマス可能性あるな。まあでもチャンスマスも何も別にあれやもんな。スター2枚持ってるから、その無理せんでいいもんな。とりあえずも走り回ろうっていう戦法やね。でこれでバンクで機能停止していくから大丈夫や。で、チャンスマスか？チャンスマス外れている。買い物ボーナスかな。買い物ボーナスワンチャン、キノコ買うとかかな。まだ販売はしてるから。左って買い物でやから、だからあれか、お疲れスタンプ用意しないか。あ、違うんや。赤月ちゃん、あ、アイテムマスブロックでなんか狙うか。アイテムボーナスか、逆に。そういうことやな。アイテム使ったってことはアイテムボーナスや。で、さらにアイテムマス行くんや。そういうことやね。うわー、これそういうことか。でもアイテムボーナス俺じゃない？結構アイテムもらってる気がするんだけど。オッケー、まあ何でも取っといてくれ。赤月ちゃんか。呪いサイコロを取っていくという形にはなったな。赤月ちゃん取ってほしかったな。次のターン、ドンキーが赤月ちゃん起動したらね、俺赤月ちゃん奪えなくなるからな。ヨッシーとしてはトリプルサイコロ、ダブルサイコロ、どっちが使うか。次のターンなんてなくなるもんな。次でラストターンやから、まあ、この方結構ね戦略的に練ってるという形なんで、多少遅くてもね、全然気にしてないんで、ね、ゆっくり練ってさ、やっぱ勝ちに来てるっていうことですから、それほど強い意志感じますからね。遅いなと思う方もいるかもしれませんが、まあお手柔らかにね楽しんでいきましょう。全然遅くていいんで、よっぽどめちゃくちゃ遅かったってなったら、まあカットするって形にはなんねんけどね。なるべくまあ早い方がいいですが、そんな無理にね焦ってなんか失敗しちゃったって後悔するからさ、後悔しない程度に判断していただければなと思います。これは右で戻る、あ、勝負決闘、あ、決闘右で決闘できんのか。いや、乗ったやな。あ、お疲れ散歩、くー、間に合わなかった。悔しい。そやね、忘れてた。そやんな。赤月ちゃん買っといてくれ、買わへんねや。さあ、ミニゲームいきましょうか。2対2でミニゲーム。ほうほほー、やばい、やっちゃダメだ。コイン増やしちゃダメだよ、みんなの。コインは少ない方がいいんだから。無償降臨になったな。だから20枚無償降臨ずつやもんな、これやばいで。まあでもそんな支障はないかな、進行に。まあ決闘がちょっと怖くなるか。はい、ナイス、左担当、せーの、よいしょ、よし、結構取れた。よしよし、行ってくれ、がっつり取って、サンキュー。おー、うまい。ってことは、あーっと待てよ、息しないと高いさせない、この感じ。息しなに一気に寄せて、そうやね。で、ここや。オッケー、全部取った。オッケー。あとは、まあ、ほんまにね、ボーナス勝負やな。俺はもう、だって、スター取れへんし、コインが上回ってるだけで、スター枚数上回ってないから、普通に負ける可能性高いからね。2221で、もう1枚あればね、ほんま勝てんねんけど、もう1枚がもう取られへん盤面やろ。今左ルート空いてるから、10出せばいける、もしかして。10だ、あ、てか、ハプニングマスと合わせたら、これスターまで届くな。ハプニングマスと合わせよう。8番、赤月ちゃん開けないで。開けちゃいそう。あー、危ねえ、ギリギリ開けられへん、危ねえ。赤月ちゃん残しといて欲しかったからね。その赤月ちゃん、俺もしかしたら出目低かったら使うことになるから、
もらうのよ。あ、待てよ、キノコと両方使えへんやん。何を言ってんねん、キノコしかないやん。じゃあ言ったやん、俺おかしいやん、そんなんな。横取りボックスのキノコいっぺんに使おうとしてた。銃出ろ、ならいいんじゃない。これハッテハプリングマスやろ、俺やったか、ハプリングマスや。よっしゃ、スライド、いけいけいけ、スライド、スライド、やったー、いけ。え、やったか、なぜでここ、なぜでここ選ぶわ。よっしゃ、え、1か2か、え、これ3と4以外大丈夫やわ。3と4だけアウト、1と2セーフ。いけ、マジかよ、もう3と4だけはあかんかったのやね。まあ、マジか、マジで、喉が今のでやられたかもしれんわ。やっちゃった。いやー、そうやんな、横取りボックスもなんかね、赤ずきちゃんとか変なこと言ってたしさ。いや、惜しかったな、マジで。もう完全にやったと思った俺。で、これでだから優勝した人はすごいな。もうシンプルに今のとこで俺がだって3と4以外やったら勝ってたんやから。ここでまあ俺の優勝の可能性もありますが、今のやらかしはだいぶみんな希望が持てたような。あとはもうね、クッパ革命とかしてこれなければ大丈夫なんで、チャンスマスクッパ革命なしでいけば盤面は1位で終われる。右ルート、クッパマスは超えたな、超えたな。オッケー、クッパマスさえ超えてくれれば大丈夫。オッケーやね。まあまあまあ、やりきったな。ラストミニゲームいきましょう。いや、すごい戦いやね、ほんまね。くねくねデンジャラス行こうか。ミニゲームボーナスが光った瞬間俺の勝ちになるから大丈夫。ミニゲームボーナスを信じよう。コインボーナスかミニゲームボーナスやったら俺やろ。 VS も取っとるから、その二つが、王道の二つがあるから、それをどっちが取れば勝ちやから大丈夫。コイン上回ってのでかい。ほい、くねくねデンジャラスは得意よ。ふっ、シュイーン、このキャラコン、ノンストップでのこのテクニック、シュイーン。さあ、ルート外れたですが、速度だけで上回っていく。オッケー、よっしゃー、まあまあやりきったかな。で、さっきの取れてたらマジでパーフェクトやったな。誰が優勝してもおかしくはないという形になるのかな。おい、ここでラグってんぞ、大丈夫か。嘘やろ、ここでラグるん。え、 A さん切断になっちゃったわ。ここでラグ、でももう結果は出てるからね、大丈夫ですよ。ここで切断になってももう結果はね、あの動画で見れるから大丈夫。 A さん切断が、 A さんの方はこの動画で結果見ることになるね。だから誰かあったか A さんはわからない。さあ行きましょう。誰、よし、勝つんかな。 A さんまさか退場優勝かな。ランニングボーナスダメだ、悪い。え、ドンキーじゃない、ドンキーやったらいい、ドンキーちゃん、おさるさん、デイジーさん、え、俺走ったっけ。俺さ、走った覚えないねんけど。レッドボーナス、俺、悪いよさんか、あぶね。ランニングボーナス、なんで、お、そ、なんか使ったっけサイコロ系。ドンキーがさ、なんか20何本当てたからドンキーやと思ったけど。あ、でもドンキーあれか、結構なターンスキップしたんか。俺アイテムサイクルが良かったんや。
あ、だから最後ハプニングマスで走ったからか。何マスターやったんやろ。見てみよう。ありがとう。よっしゃー。いや、ランニングでまさか勝つと思わへんかったな。でかい。今のランニングでかいで、ちょっと何マスターやったか気になるな。結構接戦やと思うわ。ミニゲームボーナスね。ワリオさん。ハプニングボーナスね。そうやな。ワリオハプニングボーナスや。ほんまや。よし、隠しブロック。ドンキーコングさん、黒多かったな、確かに。チャンスマス、ほんまやな。3321でしたね。コインの枚数で勝ち。ミニゲームボーナスとコインボーナスが俺やね。で、買い物ボーナス俺。アイテムボーナスも俺やね。ランニングボーナス、あ、136、ズバ抜けてるわ。マジで。ここだって、ボーナスめっちゃ俺やんけ。アイテムボーナス、買い物ボーナスも俺なんや。すごい。レッドボーナスがワリオで、ハプニングワリオか。なるほど。で、クッパがマグさん。形、結構ボーナス、もうほぼ独占級に頑張ってたという形になります。ありがとうございました。面白かったです。